秋田で映画です。よろしくお願いします。はい、ということで陽気がテレビに出てる人が始まったりくらいはそんなねえ本間さん真ん中ですけどセンター本間でいきたいと思いますけど、はい、陽気がテレビで見る人マリファナやってる人もストレートに言うてないマリファナやってる人も柄の人佐々木優さん引き続きですね、はい、ゲスト会ということでよろしくお願いします。お願いします。今回も雑談ということで、いろいろ話していきたいんですけど、まあ、映画に特化した話をしたい中で、映画館で映画を基本的にはご覧にならない、見ないという、ね、しかもアンチだぐらいのことがあるじゃないですか。その理由っていうのはやっぱね、時間となんか動きとか全部拘束されちゃうじゃん。そうね、なんかあれがやっぱなんか俺窮屈で、じっとしてらんない人なのかな。まあまあまあ、トイレ行きたいとかさ容易に言えないわけじゃん。そうね、そう、サマダゲンにはさ、このなんかコーラとかシャカ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 とかやるし、やらなくていいよ別に。やらないよ最悪は。でも家だったら別にさ、だんだんちょっと溶かしてから飲もうかなとか やれるけど、映画館だったらダメでしょ。まあ、そうですね。でもこうやって使うんで、こうポップコーン食べちゃう。ダメなわけじゃん。なんかこう、なんか、はい、っていうのが、要するに俺も行ったら嫌いじゃないんだけど、行ったら好きなんだけど、行くまでがすごい億劫なの。億劫なのは、でも、どうでしょうね、我々もそういうとこありません？ちょっとこう、なんていうか、好きなんだけど、言っても2000円払ってね、行く中で、めっちゃ見たい、狙ってた映画だったら行くけど、どうかな、これとか、試しにとかっていうのが、今、映画の料金も上がったんで、ちょっとそれ、ちょっと、っていう時代ってか、ハードルは高いですね。そうなんだ。逆に今の話の通りで、映画館に行くとその結構な料金も払うし、途中で退出もできないから、映画を最後まで見なきゃいけないっていう、その縛りを得るために映画館に映画を見に行ってるみたいな感じがちょっとありますね。家でサブスクで見ると途中で止めちゃったりとか、そうもういいやってなったりとか、集中できないですもんね。確かにね、完全に浴びに行くにはやっぱり映画館で拘束してもらうというの、うん、全然やっぱり画面でかいのっていいじゃないですか。まあまあまあ確かにね、緊張じゃないですか ね、うん、誰だお前はまだ話しかけてない今まで誰も突っ込まなかった。今まで突っ込まなかった。誰だお前。AD さんとかスタッフさんとかじゃないんですか。一応立ち上げる。すいません、お邪魔してます。AD さんとかでも誰だお前は。だとしてもおかしい。本当そうだよ。なんかなんだよ。でも僕ね、そう絶対要は CD のジャケ写的な感じで、試しに行く映画とかっていうのを、でも僕おすすめしたいっていうか、今好きなんですよ、むしろ。どうなんかな、この映画って思って、で、結局、帰るときには、面白かったとしても面白くなかったとしても、やっぱりね、満足度が高いんですよ、面白かった映画だったら最高ですよ、それ。まあね。ただこれがね、面白くなかったとき、喋りてーみたいな、こう、なんて言うんだろう、こう嫌なことがあった後、愚痴りたいみたいな感じというか、そのモードになれるのがちょっと結構ね、いい結果映画で面白くなくても、強制的に見るじゃん。だから、浴びるしかないんですよ。で、頭の中に入ると、あそこダメだったなっていう、ちょっとこう、なんて言うの、脳トレじゃないけど、なんかね、僕そこの味わいも最近ちょっと覚えたとか、映画好きな人って本当そうだよね、なんか、フラッと入ったりとかするもんね、そうだよね。オナリザーで、枯れ葉って映画見たんですね、これフィンランドでしたっけか、フィンランドだった気がします、そっちの方の映画なんですけど、予告を見たら、だからアート的で、なんか洒落てんなみたいな、中で男女の、まあ、中年の恋愛みたいなのがちょっと大人っぽいし、いやちょっと退屈だな、前は付き合ったけど、なって思ったんだけど、まあと思って同じで行ったんですよ、わざわざ。成田まで行くなんてもうそれも2時間2時間そう2時間だ、1日終わるんですよ。しかも2時間ぐらいで、しかも試しで行ったわけだよね。うわー、で行って、で行ったらその、まあ、劇場の方々とかもちょっと遅れたんだけど、あ、まだ大丈夫だよって言ってくれて入って見たんですけど、すっごく良かったんですよ。これが本当にこの枯れ葉というのが良くて、
本当に寂しい映画好きだね寂しい俺のためと思ったらこうな俺のために上映してるっていうくらい良かったのがあの劇場そのものがもうちょっと僕の中ではシネマだったというか、うん、遅れて行ったんで後ろの方座ったんですけど、うん、後ろの方座ったらお客さんがこういるわけですよ、うん、お客さんの背中とか頭がポーって見えた先にスクリーンがあって、うん、ここそのものがもうスクリーン的に見えたとか映画そのものを映画として見れたんですよなるほどやばかこれはもう勝ったと思ってあその体験もできるのはやっぱ劇場でないとっていうのはなるほどねまあ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 ね、はい、我々もさ、まあ、舞台で終わるのはやるからさからそうするとさどうしても生のやつとやっぱテレビのやつと全然違うから、はい、その気持ちは全然わかるんだけどねハードルが高いなっていう、うん、ライブ感がねあるかなと思いますねあとさでも映画で言うと、はい、あの皆さんに逆に聞いてみたいんだけど映画好きな人に聞いてみたいんだけど、はい、好きな映画なんですかっていう質問ってあるじゃないですか、はい、あれは、はい、あれは本当にセンスだけはあるように思われたじゃないですか、うん、あの最適な答え皆さん持ってらっしゃるのかあれはねみんななんて答えるあの質問来た時に一瞬そう止まることそう、うん、そうだからなんかもっとこうと思って、はい、俺は今のところシザーハンズって言ってるんですよいいですよいいじゃないなんかキャラ的にもなんだろうなんか可愛いってそうキャラ的にもなんかそんな、はい、なんか悪くないしっていうなんかそういうのがあったからだから そこまでプロデュースで考えてシザーハンズプロデュースで考えた上ならシザーハンズ自分のキャラも入れてあそういうことねすごい悩んで悩むよ、ね、私そのまだペーペーっていうか、うん、皆さんすごい生涯こう見てきた方々じゃないですか私本当に映画館で映画を見たことは指で数えられる程度の状態でここに入ったんですよ、はい、だから全然見てなくてで最近その1年間去年1年間で20本くらいやっと映画館で見たんですけど、うん、なんか今の時点でなんかちょっとおしゃれなやつ見ると、うん、なんかこれ調子乗ってんじゃないかって成長が早すぎるのでそのランキングでもちょっとこう狼の家とかも上位に入れられなかったあなんかその ちゃんと素直にわーい楽しい面白いって思ったやつを入れたんですね、うん、でもなんかそのいつからそのちょっと本当に自分がこう起きたものを言っていいのかなって思ってなんかそのプロデュース的な面でなんかその何かなんかちょっと文学的な文学そうそうちょうどいいところが欲しいそうなんかさシザーハンズとかもさそれ以上誰も突っ込んでこないじゃんいやもうさああうんってその監督の作品はどのぐらい見られましたかいや言わないじゃんだからその質問者のトーンもあるかなと思ってその好きな映画何って言ったやつを聞いて参考にしようとしてるのかそれとも、うん、その聞いた人のパーソナルなところというかさなんか、うん、ねそれを、うん、あのスカウターみたいなものをつけてるのか、うん、なんて言うんですか気になるお三方は竹野なんて言うんですかねなんか全然今聞いててなんか思い浮かべようとしたんですけど全く何も思い浮かべない一番聞かれない聞かれそう一番聞かれると聞かれてると困っちゃうんで、うん、あなた何が好きなんですかって逆質問ああなるほどそれでもう自分のことなかったことに煙巻いてないこの死んだ目をして煙巻いてないその時々で違うというか、うん、だからランキングというものがそもそもちょっとなんていうか難しいですよ、ね、うるせえですねうるせえこと言い出す質問者はうんざりするようなこと言い出すあまあでも時期によりますからねそういうのやってること自体がまあ野暮というかやだそいつうんざりするね聞いてんだよ何が好きか聞いてんだよだって思い出ともやっぱあったりはするんじゃない、うん、で子供の時から見て何回も見てる映画もあるもう喋りじゃない時もあるじゃんなんていうのあの喋りでトークで何好きって言われたら確かにあなたは逆に何が好きですかとかでいいかもしれないけどもう書かなきゃいけない時はあるからプロフィールとかするんですよみたいな、まあ、あのレベルのやつが聞きたいや書くのってなってだからそれこそ僕が、うん、あのここのメンバーに引きずり込まれる前にゲストで出させてもらった回で、うん、それこそあったんですよ、うん、ほんまの一番好きな映画なんですか、うん、聞かれるとそれはやっぱり出たんですよあの時もやっぱり、うん、あのめんどくさいこと言ったんですけどあ自分の好きな映画と人に勧めたい映画ってちょっと違うんですよね。
まあ、アンフレンデッドは例に挙げますけどね、あの、じゃあ好きな映画何ですかって言って、アンフレンデッドが好きですって返したときに、あなたはクソ映画好きなのって言われたら、こっちはショックを受けるわけですよ。なるほどね。好きな映画って言われると、やっぱり、ちょっとさっきの話じゃないですけども、ちょっとネームバリューがあって、ね、ちょっと知ってる知ってるって言った方がいいですね。座右の銘に近いじゃないですか。なんか質問の内容的に言うと、なんかそういうのってどうしてるのかな。難しいな。でも思い浮かんじゃいました。はい、好きな映画。何ですか、ね、ファインディングニモ。いいじゃん。水映画好きです。水映画好きなんですよ。水映画好きです。水中の映像が好きで、なんかまあ。一番その出てる人で好きな水物で言ったらそれアクアマンなんですけど、でも繰り返し何回見ても面白くて、水物として一番いいのはファインディングニモでした。あ、これでいいんだ。そうそう、いい、めっちゃいい。もしかするとこの2つ用意しておくっていうのがなんかあれなのかもしれないですね。こう用意ね、ファインディングニモとアクアマンだったら共通点もあるし、ある意味確かにいいかもしれない。話広がりやすいじゃない。はい、全然3人も答えてくんねえんだけど。私は、で、なんなんだよ。いいから。そういう時は、まどろかしますねじゃないんだよ。いいから。なんなんだよ。なんなんだよ。何が好きだなって。全然答えてくれない。さあ、何その。僕前も言ったんですけど、トレインスポッティングなんですね。トレインスポッティングが、もう本当に、一番好きだし、これは多分揺るがないと思うんですよ。トレインスポッティング、ね、あの映画は本当にあの、まあ、要は、まあ、こじゃれた、もう流行った、ブームの映画なんですけど、その、90年代のね、映画なんだけど、ただ、断るごとに僕が見るんですね。あの疾走感。何回も見るのって相当好きだね。そう、何回も見るのよ。やっぱりあの世界観というか、あのよくこれはまあ労働者階級なんです、結局ね。労働者階級にしか感情移入がない。労働者階級なんですけど、まあ、イワン・マクレーガーがまあ出世作と言われているやつで、そのダニー・ボイルっていうね、あのイギリスのね、オリンピックだっけか、なんか演出した人がね、うんうん、それも出世作なんだけど、まあ、本当にポップ で僕はそ映画を見る前にサントラから入ったんです、うん、この映画に関しては。うん、なぜなら、まあ、知ってる人は、いや、ジャケットというか、表紙というか、うん、アートで、アートポスターで、こうしてるんですね。はい、レントンがね、水浸しで。あれは、とってもおしゃれに見えたの、なんか。ほんで、なんか、バンド T シャツになってたよね。あ、バンド T シャツでもある。ある、もうすごい売れてる、あれは、うん。で、それを見たときに、CD は、なんかおしゃれな、トライポッティング、なんか、聞いたことあるな。何なんだろう、でもこれ。どういう映画なんだろうと思って、CD のジャケット、パッて裏返したら、まあそのミュージシャンがもう僕の金銭を震わすミュージシャンしかないんです、名前がニューオーダーとかそういうバーって書いてあって、うわこれはと思って持ち帰って聞いて、もう完全に洗脳されるぐらいたまって、そこから小説読んだの。へえ、アーベン・ウェルシュの小説読んだら、なんかもう怖いぐらいに、その若者のその要はまあ薬物中毒者の話なんだけど、とかその生活苦であったりとか、それぞれの個性があって、これ映画になるのかと思った。こんな深い、はいはいはい、面白い、しかもポップなみたいな。うん、で、最後に映画見たの。で、映画は正直言うと小説超えてこなかったんですよ。はいはいはい、僕の中では。ただ、すごく感情移入できるキャラクターがもう仕上がってて、全員好きだった、キャラクターが、うんうん。で、その集合体で音楽もあって、ファッションもあってっていうことなんで、なんかこう迷った時は、あそこに戻る。うん、で戻るスタートで万引きして走るレントの姿を見て、ちょっと鼓舞してる。なるほど。くれる。って意味でトレスポなんです。トレインスポッティング。はい。トレインスポッティングって答える人ってどうなんですか。いや、全然大丈夫ですよ。この感想があれなんか、全然大丈夫だと思う。大丈夫というか分かんないんですけど、なんかこの、いや、お笑いの方でいらっしゃいますよね。好きな映画なんですか、トレインスポッティングですって言った瞬間、なんかちょっとあんまりちゃんと当時も喋るかな。何の問題もユーモアもある。だからイギリス映画ってね、ユーモアがあるんですよ、あれ。気に行くと。
皮肉とユーモアが散りばめられているのがイギリスというのがそうなんで、なんか、見たことあるないです、ないですね、はい、俺もなんか長谷川に一回言われて見ようと思ったんだけど、なんか見れてなくて、うんうん、でもそうなんだよね、なかなかそんなにみんなが見てる映画ではないじゃない。俺、いや、どうなんだろう、でも、基本見てるイメージ。ああ、見てる人の方が多いかもしれないけど。90年代通ってきた人は、映画見てた人とか、うんうんうん、そうそう、音楽好きな人とか。大丈夫、その映画好き村の人たちが言ってる。今、映画好き村の人たちの発言だけど。なんか、ファインディングニモと比べて。そう、ファインディングニモ。こっち、ファインディングニモとシザーハンズ。いや、変わんない変わんない。流行ったんだもん。いや、でもシザーハンズと同じぐらい。流行ったの流行ったの、ほんとに。そんなに見たことあるぐらい。じゃあちょっと、トレスポっていうおじさんもいるかもしれない。なるほどね、うんうん。好きな映画って聞かれたら、私は交渉人って答えます。交渉人っていうのはね、好きっていうね。サミュエル・ジャクソンが、ね、やっていた映画で。踊る大捜査線のそっちじゃないんですよ。マスターさんじゃない。マスターさんじゃない。ユースケ・サンタマリアと思うじゃなくて。それもめっちゃ言われるんですけど、ね。絶対言われる。あれは交渉人っていう映画が、まあ、いわゆるその、あのサミュエル・ジャクソンが交渉人役なんですよ。ネゴシエーター役で、はいはい。いわゆる犯人と交渉する人ですよね。うん、で、ちょっとあの警察のいざこざ的なやつに巻き込まれて、うん、サミュエルが犯人になっちゃうんですよ。ってなって、ビルに立てこもって、人質まで取って、警察相手にその交渉人の技術使って、自分の無実をどんどん主張していくっていう。なるほど。結構そのクライムサスペンス的なアクション映画なんですけれども、あれ、行ってしまうとその、最後に風呂敷全部畳む感じの映画なんですよ。だから、一回見たら結構満足するはずなんですけど、うん、私もさっきの佐川さんの話と同じで、何回も見ちゃうんですよね。なんか犯人とかも分かってるのに、やっぱり気づいた時に見ちゃうから、やっぱり好きな映画ってなったり、なんだろうな。ケビン・スペーシーで。ああ、そうだね。途中でケビン・スペーシー。ああ、ちょっと味方側的な感じで。もう一人の交渉人のポジションですね。あの外国人の人いっぱい言えるんだよね。外国人しか出てないけど。私、外国人の知り合いいっぱいいますねって言うんですよ。ケビン・スペーシー知り合いじゃないご自身のお話じゃない。いっぱい出てきましたけど。してらっしゃいましたけど。じゃないですかね。さっきのファインディング・ニモとか、それこそトレインスポッティングとかですけども、その映画を何って見たかで多分その映画の知名度って変わるじゃないですか。僕は結構その交渉人は最初に見たのが土曜プレミアム的な、はいはい、私もあの時間なんですよ。ニモがニモが私もね。でも最近やらないんですよね、金曜ロードショーとかでも。だからもしかしたら本当同世代くらいの人とかはテレビでも一回見たことあるか、はい、タイトルは知ってるとかの人が多いのかもしれないですけど、逆に今の世代のというか、は僕よりも下の年代の子はもしかしたら分からない人いるが多いかなっていう感じ。そういう渋い映画テレビでやってた時代があるじゃないですか。なんかこう、はい、おじさん好みな、はい、なんか、はい、あのじっくり腰据えて見るような、はい、今あんまりやらないの。ばあちゃんちった時の BS でやってた感じ。そう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 。今ね、なかなか集中してこうなんか見るっていうのがね、テレビだとね、ないかもしれない。うん、こと映画ですね。あ、パッサンは、はい、もう考え、サイコパッサン。サイコパッサンじゃない。サイコパッサンのことパッサンって言うの、それはもう悪口。いや、でも考えたんですけど、ありました。トゥルーロマンスっていうのがすごく好きで、ほう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 。主人公が、まあ、小学校の時に見たんですけど、主人公が本当にモテない、あのビデオショップの店員みたいな、役の主人公がいて、なんかその時に自分は本当友達もいなくて、もうビデオばっかり見てたので、ファンに重ねて、なるほどね、自分の映画っていう感じで、その映画もしかしたら好きになって、でそこであの映画館、いつも映画見てるんですけど、水拳かなんか見てて、その主人公が。うん、で、何回目かの主人公がこの水拳なんですよ。でそこで隣に座った女の子が、ちょっと恋仲になるんですけど、それもなんかすごく良くて、あ、きっと大人になったら自分こういう世界が待ってるんだろうな、みたいな感じで、こう、二人が本当に、そのモテない男と、すごい綺麗な女の子みたいな感じで。やつあるじゃん。そうなんですよ。まあ、いいのあるじゃん。さ、カウンセリングみたいな。まあ、いいのあるよ。確かに、まあ、そんなあるじゃん。アイメン&ディティが好きで。
あの、俺も好きあれ邦画、あれは本当に自分の映画だと思ったから好きだ、うん、その本当にあの主人公ミネタ君が住んでるような家に住んで、うん、彼女と同棲とかしてた、うん、あ麻生久美子みたいな、そうそう、あ本当に麻生久美子みたいな彼女と同棲してたりしてたから、なんか、なんかそういう思い出というか、うん、売れないバンドマンみたいな、うん、はい、あれはなんかめちゃくちゃ感じたな。あ、そういうのありますね。あれであの時にちょうど僕東京に一周行った時に見た映画だったでしょ、22の時に見たんで、あのバンドのさ、大森奈央とかさ、うん、あのいいのよね、あのマギーとかね、うん、ああいう人たちがわっと集まってバンドやるじゃん、で練習するじゃん、うん、練習した後にチャリコでお疲れって言って帰っていく、うん、あここでもう完全になんかもう心を完全に持っていかれて、へー、あーここなんだ、この世界、こなんか芸人って言ってるから、俺駐輪場でしてるところ、あそこでやっぱり一番嫌い、嫌いは神、嫌い、嫌いは神さん、嫌いは神、こうなるんだ俺も、おかしい、こうなるんだ俺も、ファンに手出してすんの楽しみだなその後刺されちゃったいろいろあるから、ね、そうそう、その後刺されちゃった大変ですから、そんな映画の思い出、あ、そういうことで最近、はい、ゴジラ見た、あ、見た、ね、見ました、ゴジラマイナスワン、こっちに来てから、はい、あの、まあ、奥さんとデートスポットとしてなんか映画館をたまに選ぶそうなことがあるかなっていう感じ、マイナスワンじゃあ奥様と見た、見たね、見た、どうでした、いや面白かった、単純になんか、うん、なんかあれはどういう語り、あの、うん、口があるわけ、みんなは。面白かったです。片口で言うと、もともとゴジラ好きっていう。はいはいはい、ゴジラファン。なんか、全体的になんか、そうなるだろうな、みたいなことがずっと起き続けて、なんか何のストレスもないというか、生きてるだろうなと思ったし、死ぬわけねえよな、あれでとか、そういうことね、なんかそういう娯楽作品だなと思ったし、見終わった後にずっと役者さんの演技が臭いなと思ってたけど、これは多分、あ、そういう演出だったんだって思った。なんかその現実じゃ僕生々しくやると結構苦しい時代の話だから、はいはい、なんかちょっと劇画チックに描いてるんだなって後で思って、なんか楽しませるようにやってくれてたんだって後で思うと、なんかそういう優しい気持ちにもなる、そうか、そうか、監督さんのその楽しんでねっていう気持ち、彼としてのやっぱりこう教授があったかもしれないですね。そうそうそう、もうバカみたいじゃん、だってその。バカみたいじゃん。ゴジラ映画ってこれまでなんか見たことも。あるよ。あると思う。あると思う。シンゴジーとか。あまりにも一発破壊力がエグすぎて。ああ、マジかね。バカみたいじゃんと思って。それがなんか、お、楽しいなと思ってみたの、その。いやだからなんか見てて、やっぱりゴジラマイナスワンがアナウンスされた時に山崎隆さん監督ってなった時に、ちょっと会話よりちょっとざわつきはちょっとあったし、俺もちょっと胸騒ぎはちょっとあったわけです。でもそういうのが、そういう余計なことなく見るのが一番いいなと思ったりもして、うんうん、めっちゃ楽しかったよ普通に。今ドラえもんね、あのドラ泣きで僕もね、まあ本間さんもですけど、大長編ドラえもん僕大好きです。うん、大山信代さんの時代の大長編ドラマ、ほんと好きで、うん、あれっていうか戦争のとか、なんか人間とか環境とか、全部詰め込んで、うん、それを小学生に丸投げしてくる映画だったりして、それでこう培ってきたものを、なんかこう、お涙頂戴にしやがってみたいなとか、ちょっと、ね、人によっては違うんだけど、ちょっとなんか打ってあって、で、その後に僕はドラゴンクエスト5が、世界で一番好きというか、うん、生涯ベスト級に好きな、あの、ゲームなんだ。それを、てめえ、なんてことをみたいなことを、言わすストーリーでちょっとやって、で、ゴジラにもみたいなことで、ゴジラにって揶揄されてたんだけど、で、これまでそういうこう、ドラえもんファンとか、ドラゴンクエストファンを怒らせてきたんだけど、でも、ゴジラに関しては、ゴジラを怒らせることによって、なんか山崎さんが成功したっていうか、すごい、あのゴジラの怒りが、なるほどね。すごい伝わってきて楽しかったなっていうふうに思ったんです、ね。そういう深みを感じる。そうね。べきなんだね。
それこそさっきあのゴジラ多分以前見た作品があまりその記憶にないというか、でももう子供の頃ですよ、うん、本当に、はいはいはい、ゴジラ対ディオランテとか、はいはいはい、ああいうものだっていうのがあって、でもそういう人でも全然見たことない人でも今回のゴジラマイナスワンってなんか見やすいゴジラだったのかなっていうのがすごい、でも新ゴジラも見ました新ゴジラ見ました、うん、なんかどっちかというと新ゴジラの方はなんかちょっと玄人向けというか、なんというか、作り方がやっぱり娯楽映画だったなっていうのはマイナスワンはね、俺はそう感じました、ね、そういう意味でなんか結構そんなになんつうんだろう、深く考えなくていいでねみたいな気持ちは俺は伝わったんですけど、考えさせる前に次の、うん、あのなんかこう、うん、恐怖がやってくるみたいな感じだったから、考えるのは見終わってから感想言い合ってねっていう感じでしたね。そんな感じですよね。そうなんだ。そうなんです。どこが考えさせられる？考えさせられる。ゴジラマイナスワン。考えさせられることはあるんですか？ほら、なんていうんですか、この間のそれこそゴジラ会で話した時みたいな感じで、あの、アメリカの攻撃で実はゴジラが日本に誘導されてたんじゃねえかとか、あそういう考察的な、そういう考察か、実はこういう裏設定あるんじゃないか、深いところがいろいろあったじゃない、あるっていうか、なるほど、あそういう考察は楽しいね、その詳しい人から聞いたら面白いだろうな、なるほどね、映画、そうなんですよ、でもだから分かんない映画とかもやっぱあるから見て、何だったの、何だったんだろう映画ねっていう、はいはいはい、それこそこの間、はい、アマプラで、はい、時計仕掛けの俺の顔を見たの、なんか見といた方が良さそうだな俺なんでそう思ってた、見てそうじゃんと思ってアカデミック名作の代表格のところありますそうと思ったのが、だからもっとバイオレンス系だと思ったの、そしたら結構むずいというか社会的な作品じゃない、あれってあれを語ってほしい俺誰かに、なんかなあれはなどう思えばこの最後時計仕掛けのオレンジは、うん、若松くんが大好きそうなんだ、あいやそれはアレックスに長谷川を見てんだよ長谷川を見てんだと思う、あの若松と若松のね映画の話でしたとしたとジョーカー、あ、はいはい、ジョーカーがめっちゃ面白かったいや月でジョーカー見て長谷川じゃないでその話を俺若松にしたの、若松に、ね、俺ジョーカー見てあれ長谷川見てたんですか、いや分かってだから俺大好き俺唯一 DVD 持ってるのジョーカーだコンビ長谷川の研究としていや恐ろしすぎるだろ急に夜中にレーザーが入ったみたいで俺ちょうどそれ思ったの、その、俺時計仕掛けのオレンジとジョーカーって、うん、結構似てると思ったの、なんか独語感が似てたの、なんか悪いやつが結局なんか悪くなって、うん、ハローみたいな終わるじゃん、なんかそのあの感じ、 はいはいはい、あれってなんかこう悪が結局どうしようもないやつっていうのは、うん、その悪でしか救われない人間もいるみたいな、うん、悪っていう概念でやっと救われるみたいな、それがすごくこう長谷川っていうどうしようもないやつっていうのはどうしようもないどうしようもない価値観によってしか救われないっていうそのみんなの幸せを共有できないんだ俺はみんなの幸せの世界に俺を連れていかないでくれみたいな気持ち、でもジョーカー本当大好きだよねあれめっちゃいい映画だ、大好きで、だってあんなにさいいやつじゃんね、いいやつだわ誰も思わないじゃん、最初見て最初から見たらもういいやつで、わかるよ、いいやつっていうのいろんな概念あるけど、お母さんね、大好きなお母さんとね、うん、やってさ、で、でもね、芸人としてね、コメディアンとしていくと頑張るぞなんて、うん、もう報われないそうだ、ね、失敗を重ねて、うん、初めてなんかこう生き生きとするのが、その要はちょっとね、人を殺めてしまう、うんうんうん、あそこのカタルシス俺もザザザーってたんですよ、ウェイン社のさ、あのろくでもない社員をさ、うん、一発撃った後に、棒立ちで、うん、もう助け求めてるのにこう撃って、うん、あの後のダンスですよね、そうね、今思い出たら鳥肌が立ってた、ね、あれとあれだもんね、だからテスの漫才みたいな、ああいうことでこれで俺はバイオレンスだ人の前で人を殴っても怒られない世界そう
怒られないから、ね、そういうね、それでやってるもんね。それでやってるわけじゃないけど、でもまあそんな感じで感情移入できるっていうのは本当にね、うん、俺はシザーハンズでやってるから、お笑いもやっぱりシザーハンズさんさ、傷つけてしまうものだけど、ね、俺は人を愛したいから俺の発想、人を傷つけるかもしれないけど、でも俺は人を愛したいんだ。自分わかるからね、こうなってるけどもね、お前はジョーカー人を愛したいというか、なんか結果的には愛したいなんて思ってないじゃん。お前が救われたいだけじゃん。最終的にこう妄想なのかどっちなのかみたいなね、わかんなくなってるって、ね、でもあれもね、ジョーカーもよくご覧になってください。あの見てない人はすいませんね、見てない人はここから見ないでほしいですけど、最後コメディなんです、あれ。そうだね、最後あの右往左往したね、ちゃんちゃんってあのね、トーキーのね、あの当時のあの春ローチみたいな終わり方をする、あそこのなんかもうやっぱ俺ジョーカーだなって思わせる感じがねしますけれども、ねね、どうでしたか。何がどうでしたか。何がないんだけど、佐々木さんいるだけでこんな爆笑が生まれる。毎回出てきていい。ちょっと待ってください。ちょっと我々でもなんか笑いが起きてないみたいな、これ何なんだこの人は。私よりも今長谷川さんの表情が本当に固まったんですよ。ちょっとそれってあの顔色一つ変えずにこう首切っていくのもありますよね。ジョーカー2人いらないから、やっぱバッサンだな。バッサンだから。そうね、楽しい。だからぜひなんかまた、はい、ちょっと呼んでください。ぜひ、あ、またちょっと僕あの人が何かを好きなものをアビンと好きなんですよ、はい、なんか熱量があるから、ね、そうそうそう、好きなものを飾ってるのを聞くの好き、それに興味持つ持たない別として、はいはい、そうなんだって思うタイプなんです。いや、自分がないものっていうかね、思ってなかったことっていうのを扱ってるっていうのは確かに興味深いです。確かに、うん、面白いと思います。はい、といったところで、またぜひね、来ていただきたいと思います。はい、また呼んでください。よろしく。エターナルサンシャインをまずはちょっと。あ、そうだね。ちょっと見てみます。見ます。はい。はい。そして、家族を思うときへと、移行していただきたいと思います。ジョーカーね。はい、ということで、秋田で映画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。